ってやろう。太郎だーす。質問でーす。え？他のレース系動画の方で他のカテゴリーになりますが、スリップ外すためのコース変更、ライン潰しは1回ならレギュレーション上問題ないと解説されていました。私には蛇行にしか見えませんでしたが、ただ F1 ではトップドライバーほど直線ではそんな動きはせず、割とあっさり抜かれている印象です。実際の F1 ではそのような規定はあるのでしょうか。はい、ストレートで、抜きつ抜かれず、ストレートで抜きつ抜かれてどうなるんですか。抜きつ抜かれず、まあストレートで後ろからね、車が追いついてきた時、前の車に追いついた時にバーンイン入ってバシャン抜いてるで、いやインに入ろうと思ったら、おちょっとブロックしてやるよ、しじゃあ外が空いたから外からバーン行ったるで、っていうのがまあ通常だと思うんですけど、よしいいたるでー、おーなんかジョージが寄ってきような、おーおーダメだ、じゃあ左から行くかと思ったら、おーこの左にジョージが寄ってきようになって、まあ、カエツ危ないって言うんじゃないですか。このコメントいただいたのは多分だいぶ前だから、1ヶ月前だから、ね、はい、まあ、そのある事件、ね、最終戦の話ではないと思うんですけど、はい、起こったこととは違うと思うんですけども、はい、うん、まあまあ、ちょっとその前の、ね、蛇行される G 風の話だと思うんですけど、はい、蛇行されるドライバーがまあいたと、いうことで、まあ、ただそのドライバーにペナルティーは出ていないので、まあ、そのレースではレースディレクターが OK としてたということなんですよ、ね、気づいてないだけか、見てないですっていう、見てないですっていう、っていう、見てなければ審議の対象にならないですからね。なんかあったんですかね、なんですかみたいな、 She is not noted ってなってるかもしれない、うん、ただ1回や2回では実はねないみたいなねところもありますけども、まあ、だからこのコメント質問にある通り、はい、バトルにおけるライン変更、うん、ライン変更、これ、まあ、あの2回以上変えてはいけないって言われてるのはライン変更なんですよね。あ、はいはいはい、ライン変更というのはさっき太郎さんが言ったみたいな、うん、じゃあ1コーナーに向けてブレーキング競争ですっていう時に、うん、自分はじゃあインブロックしますわとか、うん、アウトのレーシングライン上キープしますわっていう、うん、これを1回例えばインに動いた後にもう1回動いちゃダメだよっていうのが、まあ、ライン変更は1回まで、はい、要するにイン取ったんだったらイン行きなさい、うん、じゃあ後ろの人はアウトから行きますよっていうのが、まあ、今のルール、これ F1 もそうですけど、まあ、基本的にはどのカテゴリーでも、多分国際競技規則だったと思いますけど、これ、うん、はい、まあ、どんなレースでも基本的にはこのルールだと思うんですけど、うん、この書いてあるコースストレート上での、スリップストリーム、後ろの塔を外すためにこういう風に動くっていうのは、まあ、あのブロックとはちょっと違うんですよね。あ、はい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 、それはまだそのストレートで距離がある場合っていうのは、うんうんうん、こういう風に動けば逆に今度後ろの人は前の人に合わせてこっち来ますよね。ああ、来ますね。これはだから全然まだバトルしてるわけじゃなくて、塔を外そうとする、いや塔を使おうとするっていうやつだから、別にこれこの人が動いたからといって何か問題があるわけじゃないし、うん、全然問題ない行為なんですね、はい、だからそれは何回変え、あの動こうと別に問題ないし、実際あのスタート直後なんかだとまだずらずらってギャップがある時、ストレートが長いモンザとかメキシコとかだとみんな塔を外すためにこういう風になると、みんながこういう風に動いて、みんながこういう風に動いてっていう、蛇のようになるよね、うねうねうねってなるっていうのはまあよくあることで、あれはあの超望遠で見てるとすごいピタピタでやってるように見えるけど、実際には結構な距離あってやってるんで、この距離がある状態では別にバトルしてるとは言わないし、こうやって動いたとしてもそれはブロックしたとは言わない、ライン変更とも言わないんですよね。ただあまりに例えばストレート上でこんな動きしてるとウィービングって言われますし、ウィービングはやりすぎるとまあ大体1回目はブラック&ホワイトで、次やったらダメだよ、でもう1回やっちゃうとペナルティー出るみたいな、だからまあこのじゃあ塔を外すための微妙なこの左右の動きとウィービングと何が違うかというと、まあ、非常に微妙なところではありますけど、はいはい、まあ、後ろの人にそんなに影響を与えないかどうかというところが一つ大きいかなと思いますね、うん、だから、まあ、あのストレートでも後ろの人がそれこそ塔に入って近づいてきてて、うん、まあ、近づいてきてるってことは前の人と後ろの人に車速差結構あるっていうことになるし、うん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 、この車速差で近づいてきてるってことはあと何秒後には追いつく、で塔から出て横に並びかけるっていうのは、まあ、ドライバー同士そこは分かるじゃないですか、うん、お互いそれに対してじゃあ後ろがついてきた人
が後ろにこうくっついてよし出るぞ塔から出て並びかけるぞっていうタイミングでこれやるとこれはブロックになりますよ。だから例えばこっちの人がこう動いたのに対してこう動くとこれも完全にブロッキングなので、これを何回もやっちゃうと2回以上やったよねって話になっちゃう。以上だから2回目でアウト、2回目アウト、で1回この人が動いたんだったらこの人はこっち行けばいいし、この人がもう1回こっち行ったらこれアウトってなりますよね。だからそこの判断を、まあ、結局その審議する方が、1回目がブロックじゃなくて1回目はなんとなく流れちゃってただけなんだよね、で次はこれブロックしたけどこれ1回目だからと思えばペナルティは出ないってことだね。もしくはその最初にブロックして、でもこの後はバトル状態じゃないからこの人は次1コーナーに向けてアウトに行ってラインに戻ったっていう風に解釈される場合もあるし、それは後ろの人がどういう位置にいるかだから、この人がまたこっちに行こうとしてるのにこっち動いたっていう場合はこれまたブロックっていうライン変更って判断されることはあると思うし、まあ特に一番大きいのは後ろから来る人がこの人の動きによってスロットル戻さなきゃいけないとかブレーキ踏まなきゃいけないっていう風になった場合は、これストレートで明らかにブロックしてるっていう風になるので、まあそれが一つの判断基準になるかなと思いますね。これまあ F1 だともうリアルタイムでテレメトリーで後ろの人がどういうスロットル、ブレーキ操作したか分かるんで、もうあのドライバーたちの当人の話聞いたりとか、レース後にデータロガーのデータ見たりとかするまでもなく、もうレース中にああいう今の全然ブロックですアウトですって判断されますけど、まあ、テレメトリーがないカテゴリー、まあ、F1 以外ほとんどないんで、ウェックとかはあると思いますけど、他のカテゴリーないんで、まあ、レース終わってからあのブロックに対してで車からダウンロードしたロガーのデータ見て、ここでスロットルストレートで戻してますね、これはあかんわ、明らかにこの蛇行というかライン変更によって後ろの人がスロットル戻さないとこれ当たるっていう状況になったわっていう場合にはやっぱブロックって判断されるんで、だからまあ、あの一番分かりやすいのはリアタイヤまで並んでたら、これもうあの1台分のスペース残さなきゃいけないんで、それ以上寄せた場合はもう全然アウトっていう風になりますけど、まあ、それ以外にもそうやってスロットル戻さなきゃいけなかったとかブレーキ踏まなきゃいけなかったっていう場合にはブロックっていう風に判断されるかなと思いますね。まあ、結局レギュレーション上明確にじゃあこうなった場合にはブロックとかこういう場合はアウトっていうのが、まあ、ちょっと厳密に規定はしづらいですよね。結局それはドライバー同士の例えば前と後ろの差が車速が5キロしかなければこんな感じだからいつ動いてもまあそんな変わらないけど、30キロ差がある状態で追いついてきてるのにこのタイミングでやられるとアウトだよね、後ろの人はあーってブレーキ踏まなきゃいけなかったりするけど、これをじゃあどこまでは OK でどこからアウトなのかとか、この人がこっち動いた後に動いたら全部アウトなのか、まあその辺がすごくレギュレーションでケースバイケースどうしてもなってしまうんで、明確にレギュレーションでこれっていうのを明文化するのはちょっと難しいとは思うんですけど、まあだからこそやっぱドライバー同士の中でこの速度差で追いついていってる場合にはこの動きなしやろっていうのはやっぱりお互いずっとレースやってきてる中で阿吽の呼吸みたいなものはどうしてもあるから、それは F4 とかねリージョナルとか下から一緒に上がってきてる人たちはみんな持ってる感覚で、特に F4 とかって車のパワーがそもそもエンジンがないんで、どうしてもアンダーパワーの車だから塔の使い合いみたいなところあるし、いかに塔を使ってくっついていくかっていう勝負だから、これに対してどういうブロックするかっていうのは この状況でこの動きしたら危ないでしょっていうのは、まあお互い分かってるし、だからこれはやらないよねっていうのは、それはルールとか云々以前の問題としてあると思うんですけど、まあそれがだからドライバー、まあスーパーフィーラーのその例で言うとやっぱり他のドライバー化するとそれやられると危ないよ、頭いかれてるよってやっぱなるのはそういうことだったね。ちょっと空気感の違う人が紛れてしまっていて、まあ、ちょっとびっくりしちゃったっていうのと、まあ、見てる視聴者からすると、まあ、今無線が公開されちゃってるんで、まあ、後ろから追っかけてたドライバーが、こいつ危ないとか頭おかしいとか言われると、まあ、その言葉をまた刷り込まれちゃうじゃないですか。だから、あこの人はもう危険なんだっていうのでまたギャーってなっちゃう、でも実はよく本質は分かってないみたいな状態にもなっちゃうし、でまあ現実問題として前を走ってた方はペナルティーが出てないんで、ルール上問題ねえじゃん
ってなっちゃうと、まあ、よくわからない人からすると、じゃあ何をどう信じればいいのっていうふうに、まあ、お困りなのかなっていう、まあ、あの、うん、具体的に言うと大島選手とか小高選手が言ってるのは、うん、あのストレートの幅寄せだけじゃないと僕は思いますけど、うんうん、はいはい、それ以外のコーナーの動きとか、うん、もう全部含めて、うん、もうその他のドライバーと同じように同じようなこの走りでバトルをしていくってことができないっていう意味で危ないっていう、うん、やっぱり同じところでブレーキ踏んで同じところでコーナリングして同じところで加速していくからこそサイドバイサイドできるんで、うん、ブレーキとかライン取りが全然違うと横には並べないですからね、うん、いつどう動かれるか分かんないから、だからまあ田中さん的に一つ疑問に思ってるのは、レースの前って必ずそのドライバーブリーフィング必ず話し合いみたいな場があるじゃないですか。やっぱそういうところでこう危ないなと思ったドライバーが、うん、やっぱ声を上げてってないのかなっていう、うん、声を上げて、いや、うん、あの子のちょっとこのドライブ問題あると思いますけどっていう、うん、こういう、うん、我々が今までやってきたレース感とはちょっと違うんで危険だと思うっていうのをちょっと擬態に上げて言って上でまたそういうことがどんどん起こってみんなが文句言うのはなんとなく理解はできるんですけど、何も言わないで、うん、ギャーって言われても、まあ、前を走ってる子からすると、うん、で私はペナルティ受けてないんだから何の問題があるんだよとも取れちゃうかなっていうので、なんかちょっと釈然としないなって、まあなんかドライバーズブリーフィングで、うん、こういうドライビングダメだよねっていうのは言えばいいと思いますけどね、うん、まあ、そういうなんていうんですかね、例えば1対1のバトルであれがどうだったこうだったっていうのはドラミで言うまでもなく当人同士で喋って解決しろやって話だけど、まあそれに関しては今回の件に関しては、まあ多分もっと全体的な話だから全てにおいてそうだよねっていう場合が、あのドライバーはちょっとそこみんなとスタンダード違うからちょっともうちょっと理解してもらえないですかとか、あれこういうドライビングされると怖いんだけどっていうのは言うべきだと思うし、うん、話をしてそれで改善を図るべきだと思いますけど、うん、まあ、正直ドライバーとしてもそういう場所で誰々さんのドライビング危ないと思いますって、うん、じゃあ誰が言うの、この手を挙げた人が、まあ、やっぱりみんなやっぱ波風立てたくないっていうのがあるし、うん、逆に言うと、ね、うん、波風立てるまでもなくその他20人のドライバーはみんな知ってるから、うん、あ、はいはい、それ別に言う必要がないわけじゃないですか、他の人たちはみんな F4 から一緒にレースしてきて分かってるから、うん、だけどこの人だけが危ない、じゃあ俺が悪者になって手を挙げて言うのか、うん、もう見ないことにしてほっとくと、この人と関わらなければいい、うん、要するに自分が後ろに行かなければ、うん、前走ってればこの人と関わることないから、うん、自分が被害者にならなければ別にこの人が危ない運転してればようが別に関係ないわっていう、うん、まあ、要するに事なかれ主義ですよね、はいはいはい、そこは他のドライバーも悪いと思いますよ僕は、うん、なんかこう、もうちょっとうまくねやっていただけたらなっていう、そうですね、まあ、だからそうやって常々不満に思ってるというか、うん、危ないなと思ってる気持ちがああいうところで出てるっていうところで、うん、その目の前で起きたアクションだけに対して言ってるわけじゃないっていうのがちょっと理解してあげなきゃいけないかなと思うし、うん、それだけを見て批判するのもまたちょっと違うかなっていうところです ね、うん、ね、まあ、結果としてちょっとファンの、ね、皆さんも巻き込んで論争にまで、ね、なっちゃったりしてるのがちょっと、うん、なんだかなっていうね、うん、っていうところは、まあ、ね、最初に言った通り、うん、ライン変更するならライン変更しますっていう、うん、バンって動くっていうのが、うん、まあ、明確にやっぱ示さないと後ろから追いかけていってるドライバーはこれから仕掛けようとしてるわけだから、前の人がどっちに行くのかはっきりしないと仕掛けられないし、自分が仕掛けていった時に同じところに動かれたら当然当たるわけで、そこはまあ、レーシングドライバーだったら自分が取るラインはこっちだっていうのを明確に示すっていうのは、まあ、ある程度常識としてみんな知ってることだから、それ結局相手が当ててきたとか引かなくて当たった場合も、うん、結局そうするのは自分ですからね、うん、当たったら、うん、だからそこは当てようと思って運転する人はいないし、うん、だからこそみんな共通の理解としてこう、ね、ここまでは OK でここから先はダメだよねがあるわけで、うん、まあ、ルールがあってのレースだから、うん、だしレギュレーションでどうこうだけじゃなくて、うん、ドライバー同士でのここから
先はダメだよねっていうところがやっぱあるから、うん、ここは尊重してあげないといけないかなとは思いますけどね、うん、まあなんかね、まあ、車ね運転される方だと分かると思いますけど、高速道路とか走ってるとやっぱり自分と呼吸が合わない人がいるとどうしても、うん、変な抜けと抜かれずみたいな方やっぱ怒っちゃうし、でも我々ドライバー、普通に道路走るドライバーも本当はちゃんと実はルールがあって、みんな分かってて分かってないのルールもいっぱいあって、うん、それでその自分がこう思ってるから自分と違う動きをすると、 あいつ邪魔だなと、うん、あ俺運転やみたいになっちゃってるだけで、みんなが高速走り慣れてる人だったらいいけど、サンデードライバー来て、うん、どうしたらいいかな、うん、あとりあえずあっち行こうみたいな感じで追い抜き車線バーン入ってきたりすると、うん、そっち行くんかみたいな、うん、まあでもね、それは、うん、だって慣れてないんだから、うん、でも慣れてない、うん、高速道路は仕方ないですけど、うん、レースは慣れてないからでは、そうレースはそうはいかないんで、うん、そう、あのルールの中でそういう切磋琢磨してきた人たち、しかも、まあ、俺多分スーパーホメラのことをおっしゃってると思いますけど、スーパーホメラであればもう最高峰の、もう最高の技術を持った人たちが集まってやるレースですから、だって F4 とかであるんで、うんうん、やっぱ F4 とかでそうやって、まあミスをしたりとか接触とかして、あれはダメなんだよ、うん、ここまではいい、ここからはダメっていうのを学んで上がってくるからね、お互い自分も怖い思いをしたり、うん、前の人に変なブロックされて、うん、危ねえあれなしだよっていう話をしたり、逆に今度自分がブロックする側の時にも、うん、あ自分がああいうふうにやられたらやばいから、ここから先はダメだな、うん、これは動けないなとかあるわけで、うんまあ、そういうのをみんな学んで上がってきてる世界なので、うんここはやっぱり共通認識として必要なんじゃないかなっていうところですよね、うん、はい、ということで、はい、ちょっとね、質問箱としてはちょっと長いご回答になりましたけれども、まあちょっとね、今話題の、お題だったということで、しっかりと、解説をさせていただきました、はい、ということで今回の質問答えよかったよ、どうもありがとうと思った方、ボタン、その場で一喜一憂しないでね、よく考えて完成しないといけないなと思った方、チャンネル登録、 F1 ライフのオークションは F1 ライフのつぶり視点から、 T シャツ&パーカーは F1 ライフ公式ストアから、ありがとうございました。